次の質問をお受けします。朝日放送局さん、朝日放送テレビの宮本と申します。はい、大阪府の方が進めている万博の子ども無料招待事業について伺えたらと思うんですけれども、はい、各府内の学校にちょっと取材を進めてますと、まあ、学校によってはその学校行事としては参加しかねるといった声もまあ複数上がっているような状況なんですけれども、まあ、そもそもこの事業に参加するかどうかっていうのは、まあ、市といいますか、まあ、各学校の判断によるとは思いますが、改めて市長としてこういったその事業にまあその参加することについてどう思われているのかということを伺いたいです。はい、万博はですね、やっぱり今世界が直面している課題を共有して、そして最先端の技術を共有することでですね、未来を展示していくという非常に大きな意義があると思っています。もちろんパビリオンでいろんな文化面や食文化とかですね、これはいろんな文化が展示されるので、本当に楽しい、いろんな可能性を感じてもらえる場所になるかと思います。でやっぱりいろんな方に来ていただきたいんですが、特に子どもたちにはですね、会場に来ていただいて、この未来やですね、世界の可能性を感じてもらいたいというのが非常に大きな思いです。こういった中で大阪府も大阪市も、まあ、あらゆる形で子どもたちの招待事業や無料パスの配布というのを進めております。ぜひ各学校においてもですね、子どもたちが未来の可能性を感じれる場所に来れるようにぜひ考えていただきたいと思います。一方で今いろんな議論になっております。じゃあその熱中症対策はどうなのかとか、会場までに来るそのアクセスは十分なのかという議論はこれは当然あると思いますので、この辺の、まあ、皆さんが心配いただかないように交通整理をしていかないといけないなというのは思っております。できるだけ早くご心配いただかないような状況になれるように、これは関係局としっかり連携して、取り組んでいきたいと思います。お一人でも多くの子どもたちが、まあ、たくさん一回と言わず、やっぱたくさん会場に来てもらってですね、未来を感じてほしいというのが今の思いでございます。ありがとうございます。はい、市長も先ほど言及された通り、そのいろんな課題がある中で、やっぱりその万博会場までのアクセスっていう話もあると思うんです。はい、でそのなかなか主婦が借り上げるそのバスっていうのがそうですね、確保できてないみたいなんですけれども、まあ、大阪市ですと比較的他の市町村と比べると会場とは近いとは思うんですが、まあ、そのバスではなく、まあ、低学年の子どもたちっていうのもそういう公共交通機関を使ってですね、安全にその会場までたどり着けると市長お考えでしょうか。会場にたどり着くまでの方法としては、そのバスであったり公共交通機関があるかと思います。メトロが通ってます。中央線の夢洲駅を通じて会場に来れることになりますが、どの方法がいいかっていうのは当然学校でもご検討いただくことになりますし、まあ、できるだけスムーズに来れるようにですね、それが子どもたち以外にも期間中の混雑回避に関してはもう今からメンバー集まってけんけんがくがくの議論もしております。ですので子どもたちがスムーズに来れるように、また大阪市内の公共交通機関が渋滞を起こさないようにどういった対策をしていくべきかというのは、これ日々けんけんがくがくの議論をしておりますので、今時点でこのビジョンですというのはまだお伝えはかなわないんですが、可能な限り早く関係機関と協議して多くの人が安心して来場できるような、アクセスのあり方というのを検討していきたいと思います。ありがとうございます。